このワークショップ、ここのワークショップは家族伝道です。講師は金丸子先生です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご紹介に預かりました、キム・アキコと申します。私、皆さん、どちらからいらっしゃってますか？LA の方から。どちらですか？デトロイト。オーストラリア。LA の方ご存知かもしれないんですけど、私はオレンジカウンティのアナハイムというところに住んでるんですけど、今日ですね、お昼過ぎ、12時50分ぐらいにここを出て、今着きました。すごい。初日もすごい混んだでしょ。初日もすごい混んだけど、それはいろんなアクシデントとかそういうのがあって混んだんですよね。だからで違う時に、サーチしたら1時間半とかであったので、まあまあ混んでも2時間ちょっとかなと思ってたんですけど、3時間ちょっとかかってですね。でも神様のおかげでちゃんと間に合いました。感謝です。はい、今日家族伝道ということでですね、皆さんは、クリスチャン家庭で育ってないっていうことですか、それともクリスチャン家庭にいたけども今は家族がクリスチャンでないっていうことですか。お名前は？ウィルソン。ウィルソンは、家族伝道というのはどういう思いで参加されました？僕のおばあちゃんとか、は神様を信じてない、おばあちゃんを伝道したいと思ってきた、素晴らしい。お名前なんですか？ローランスです。ローランス君、はい、はい、ローランス君は何を持って今日のワークショップに来てくださいましたか？両親とお姉さんとおばあさんに、効果的に福音を伝えたい。はい、ローランス君はではクリスチャンファミリーではなかった。お父さんはカトリック生まれで、だから私の子供の頃なんかカトリックとして洗礼やってたけど、だから自分が、じゃあお父さんがカトリックだから自分もカトリックでずっと続けると思ってて、何もしなくても。だからそういう的なカトリックお父さん。全然信じてない。全然実行してない。はい、ありがとうございます。そちらいかがですか？ミッシェルと言います。彼がアーレンで。ミッシェルちゃんとアーレン。私は、クリスチャン家庭なんですけど、彼は親と か家族も全部クリスチャンじゃなくて、今彼はユースの牧師をやって、素晴らしい。まあ、それを含めて。そう、アーミン君の家族の救いのために。はい、素晴らしい。2人は夫婦なの？はい、はい、OK。はい、わかりました。ちょっとこれ日本語なので、ちょっとあれなんだけど、日本語で一応ですね、ちょっとレジュメっぽいのを作ってきたんだ。だからもしよかったら、アービーのちょっと待ってね、一応もう一個あげるけど、日本語しか書いてないからちょっとね。でもほとんど御言葉しかないの。これ御言葉しか入れてないので、わかんなかったら、そこの御言葉英語で書いて後でね、ヒントとかしてください。Okay、じゃあちょっとね、私ほんと来たばっかりなのでお祈りして始めたいと思います。天のお父様、感謝します。今日こうして家族伝道のワークショップにお一人お一人来てくださって心から感謝します。少ない人数ですけれども、聖霊様どうぞ望んでくださって、あなたがどうぞ私たちを励まし、そしてあなたの御心をどうぞ教えてください。また私たちの愛する家族がイエス様を知ることができますように。またそれは必ずなると私たち信じていますけれども、そのためにどうぞ私たちがどのようにしていくべきか、またどうぞあなたの励ましを今日いただくことができるように助けてください。心から感謝して、すべてお祈りしてイエス様の名前によって祈ります。アーメン。感謝します。まずね、このレジュメのところに創造主というのは、ね、天地万物を作られた父なる神様、イエス様、聖霊様のことですけれども、創造主神様が作られた共同体の家族だということですね、私たち一人一人は偶然に生まれた産物か、それとも神様
きを持って思いを込めて作られた神様の作品です、ね、そうですね。そして私たちの家族は神様が作られた家族という名の共同体なわけです。私たちが勝手に家族っていうふうにしたわけではなく、神様が作られたのが家族、ね、共同体です。家族という言葉をですね、教会でも霊の家族っていうでしょ、神の家族とも言うでしょ。今日はですね、血縁関係にある、もしくは血縁関係なくても一緒に暮らしている、まあ、あの家族のことですね。俗的には肉の家族とも言いますけれども、この肉の家族のことをですね、この肉の家族の伝道のことをご一緒に考えていきたいと思います。大丈夫ですか？はい。ここにね、創造主、一番最初ね、創造主、神様が作られた共同体が家族ですっていうところに、あ、お姉さんに差し上げます。ところにですね、御言葉をいくつか挙げました。これだけではないんだけれども、まあ有名な、そして分かりやすい聖句を挙げていました。創世記 1-26 ね、神様がおっしゃった、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、ね、天のお父様は自分たちに似せて、ね、人を作ろうと言って作ってくださったわけです。我々っていうのは誰？天のお父様、イエス様、聖霊様のことです、ね、そして創世記 2-24 には、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであるとあります。これ結婚のこと、夫婦のことですけども、ここから家族の共同体が始まるでしょ、ね、だからこれね、家族という共同体は神様が作られたということ、しかも私たち一人一人を目的を持って作ってくださったように、神の家族も主の目的があって作られた共同体です、okay? さあ、うん、でマタイの19のところもそうだし、その2人は一体になるともね。そしてですね、天のお父様は詩篇139編のところに、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたのですというふうに、詩篇の作者が賛美してますけれども、また私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れておりませんでしたというふうにですね、あなたの目には胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました、私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにとあるようにですね、天のお父様を直接御手をおいで作ってくださったんだということね。また箴言の8章のところにはですね、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった、私は毎日遊び、あ、ごめんなさい、毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだとありますね。これちょっとね、あの30節よりもうちょっと前から読むと、天地、あの最初の天と地があるところからの話になってるんだよね。さあ、そういうことで天のお父様、創造主はこの私たちの家族を目的を持って作ってくださったってことがまず一つですね。そして創造主神様、じゃあその神様のその目的は何だったのか、ね、私たちを作り、また神、家族を作ってくださった目的は何なのかっていうとですね、詩篇102編18節、新改訳聖書だとね、こういうふうに書いてあるんです。後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますようにってあるんだけれども、新共同訳聖書、ね、新共同訳聖書でもこのようになっています。新共同訳聖書ね、次書いてあるかな、後の世代のためにこのことは書き記さなければならない、主を賛美するために民は創造された。皆さん、創造主神様は私たちをどのように目的を持っておられるか、私たちが主を賛美するために私たちを作られたということね。そしてもう一つね、ゼパニア3章17節のところ見ると分かるんだけど、またちょっとね、時間、今日あのね、後で祈りたいので、ちょっとあの
と話すにはちょっと短めにしますね。ゼパニア3章17節っていうところがあるんだけれども、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとあります、ね、天のお父様は私たちが主を賛美するために作られた。もう一つは神様が私たちを喜ぶために、私たちと神様が互いに喜び合うために作ったんだよということで、ね、そしてエペソ書 2章の10節には、私たちは神様の作品ですというふうにね、パウロが言ってるんだけれども、私たちは主の御用のために、主の良いことを行うために作られたんだよと言ってます。そしてこの最初、ここが一番今日は大事、3章15、16ですね。エペソの5の19も、似てる聖句ですけれども、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。キリストの平和があなた方の心を支配するようになりなさい。平安、そして感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、死と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとあります。エペソの5の19は、死と賛美と霊の歌をもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいとあります。これは何を指すかというと、礼拝をしなさいということです。はい、さあ、神様、創造主が私たちを作ってくださった。私たちの家族も神様は目的を持って作ってくださった。その目的は何か、私たちが主を賛美するためである、また主と私たちが喜び合うためである、そして私たちが主のご計画、良いことを行うためである、そして何よりも私たちは創造主、主を礼拝するために作られたのであるということです。私たちの家族は実は主を礼拝するための共同体であるということです。ここまで大丈夫？はい、でははい、で B なんて書いたかな、創造主神様の心はっていうふうに私書きましたね。ちょっと見ます、これ神様の心は、ね、神様の心、さあ神様の心は何かっていうとね、皆さんよくご存知でしょう。イザヤの43の4。神様は私たちを愛しておられるということです。神様の心は何かと言ったら、私たちのことを尊い存在で愛しておられる、これしかないということです。神様の創造は、神様のクリエーションは非常に素晴らしかった。しかし私たち人間は、サタンの嘘によって、罪に落ちてしまったんです、はい、じゃあ2番目のところ、創造主神様の御心は家族の救いです。救いと書きました。天のお父様のその創造の原因、創造したということ、それから目的、そして天のお父様の心を今私たち確認してきましたね。その天のお父様の御心、ね、思いは家族の救いであるということです。だから、大ヨハネにさ、私今日聖書を忘れたという何たることじゃなかったけど、大ヨハネのところの、5の14。5の14、15ね、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことを何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。アーメン。バビロンですね、天のお父様の御心であるならもうその祈りは聞かれているということです。ということは、家族の救いは御心なんです。なので、今、
父さんが全然違う方を向いてたとしても、おばあちゃんが全然違う神様を拝んでたとしても、神様の心はおばあちゃんの救いだということです。これを確信して持っていきましょう。でね、さあ、家族はね、家族の救いは天のお父様の御心です。なぜなら、ヨハネの3の16、17。神は実にその一人をお与えになったことに、よう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。また、使徒行伝の16の31、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったという言葉があるのですね。天のお父様、神様はですね、私たち一人一人を非常に素晴らしいものとして創造してくださった、ね、私たちは非常に素晴らしいものなんです。しかしサタンの嘘によって私たち人間が罪に落ちてしまった。これによって私たちをですね、神様の支配下からサタンの支配下に移されてしまった。本当は素晴らしい創造なのか、死なない命だったのに、年を取らない命だったのに、病気にならない命だったのに、今私たちはこの罪の世界に入ってしまっているということです。この世の中ですね、今も昔も不条理だらけです、ね、悪魔の巣窟のような恐ろしい事件があちこちで起きているでしょう。家族も神様が作られた素晴らしい家族なのに、神様の存在など知る由もなく、夫婦が仲が悪い、子供が非行に走る、引きこもり、日本では今164万人いるそうです。いじめ、うつ病、さまざまなアディクション、悲劇が家族を襲っています。私たちのね、このね、言い切れない怒りとか、この憤りをどこに持っていけばいいのか、私たちのこの悲しみをどうやったら癒すことができるのか、時間が解決するのか。時間は皆さん解決しません。時間がね、解決するよっていうのはね、嘘。痛みの根が張っていくばかりです。痛みの根の根っこがどんどん張っていくばかり。私たち人間ではとてもじゃないけれども難しい、人間の限界を思わされる問題がこの世の中いっぱいあるわけです。家族がですね、家族として機能していないんです。はっきり言うと、クリスチャンの家族でさえも家族として機能してない家族が非常に多い、ね、さあ、天のお父様、イエス様、聖霊様をですね、もし私たちが知らずに生きるとはどういうことかというと、サタンの奴隷として生きるということです。だからこそ私たちはですね、皆さん、家族が救われてほしい、おばあちゃんが救われてほしい、そう思ってここに来たんでしょう。さあ、今週の頭はクリスマスでした。イエス様が人の子となって天から降りてお生まれになりました。クリスマス、それは全ての人を救うためでした、ね、アメン。神なんかなんだ、俺は俺で生きていくんだと言い放つ人のためにイエス様が生まれたんです。イエス様をあざ笑う、イエス様をバカにする人、イエス様は救うために生まれたんです。怒りにとらわれてしまってすぐ切れる、あいつダメだなと思われている人のために、彼を救うために、悲しみに押しつぶされそうな人のために、イエス様はこの地上にお生まれになりました。
神様、私たちの敵をですね、愛せというのです。イエス様はですね、敵を愛せというそのご自身はですね、自分を殺せという人を救うために生まれて、あんなやつと思われているような、この世の中で誰も相手にしてくれないような悪人、おぞましい悪人を許すために生まれて、そしてイエス様はですね、十字架にその人たちの顔を見ながら向かって歩いていた人です。そしてなんと幸いなことか、私たちはそのイエス様を信じているものでしょう。私たちがこの方に信頼していくこと、このイエス様のイエス様にお聞きしていくこと、このイエス様に祈っていくこと、家族伝道にですね、これが一番大事なことだと思います。私たちがお友達伝道でも伝道していくということは結局同じなんだけど、このイエス様に全ての人を救うためにイエス様が降りてこられた。もちろん立派な人を救うためでもあるけども、誰も相手にしない人、嫌われ者を救うためにイエス様を生まれてきてくださった。この方を私たちが信頼していくこと、信頼してイエス様によく聞いていくこと、そして祈っていくこと、これがですね、家族伝道にとっても大事なこと。家族伝道ということはそういうことだと思います。さあ A というふうに初めに書いたんですけど、じゃあですね、神様の御心は、神様の御心は家族の救いだ。じゃあ A ですね、私たちのできることは何かということです。さあ具体的に、じゃあ私たちは何をしたらいいのということですね。もちろん主に信頼していくこと、主に聞いていくこと、祈っていくことなんですけど、私たちに何ができるのか、いっぱいありそうでしょ。いっぱいありそうです。最初に3つのことを挙げたいと思います。一つは愛することです。もう一つは許すこと、そして私たちが謙遜になること、この3つをですね、まず最初に挙げてみます。愛することって皆さんどういうことですか。御言葉も書きましたね。愛するとはどういうことか。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも愛するということです。私たちはイエス様に出会う前は愛するということを知らなかったんです。でもイエス様に愛されて愛を知った私たちが愛するということ、愛するということはですね、愚かになるということです。イエス様が私たちを愛するがゆえに愚かになったんです。鞭打たれ、唾を吐かれ、それでもイエス様はそれに甘んじて十字架まで歩いていられた。私たちが本当に人を愛するということはですね、愚かになるということです。イエス様が私のために愚かになってくれたんだから。さあもう一つ、許すというか、許すということもですね、すごく大事。これマタイの18のところにね、ちょっと書きましたけれども、ペテロが身元に来てね、イエス様に言うんですね。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかと言ったら、イエス様が 7度までと私は言わないよと、7度を70倍するまでと言いますというふうに言ったんですね。イエス様が私たちを許してくださったので、私たちは人を許すというんですね、ことを学んでいます。なかなか難しいけれども、しかしね、イエス様が私を許してくださったのだから、私たちに許すということができるんです。あなた方を迫害する者を祝福しなさいと聖書が言っています。
祝福すべきであって登ってはいけないよって言うんです。またね、復讐は私のすることだよというふうにイエス様おっしゃったけれども、私たちですね、愛するということ、許すということをですね、いつも主に聞いていくようにしましょう。許すということね。そうすると聖霊様が働いてくださると思います。さあ、具体的に私たちは何をするのか。愛すること、許すこと、そして謙遜になることって言いましたけれども、正しさよりですね、謙遜が大事です。特に家族伝道というのはごまかしが効かない、ね、私たちの弱いところも家族みんな知ってるわけです、ね、だけども私たちもですね、親に対して兄弟に対して、もしくは、ね、夫に対して奥さんに対してもろですね、こう遠慮なくこう言ってしまうことがあるね。で、非常に難しいんです。皆さんね、上から目線で物を言われて、そうですねって思うよ、思わないのよ、ね、いくら自分が正しくてもね、私たちは謙遜になって相手の話を聞くっていうことの分ぐっと効果があります。なので正しさを主張するよりも私たちが謙遜になることです。で、あのね、これ私の娘から言われてハッとしたんだけれども、娘が今大学4年生なんですけど、まあその家を出てね、大学生活をしながら結構いろいろ人間関係で苦労してるわけです。今までになかったような苦労を彼女していて、で、私がポロッとですね、あなたやっぱりその今までずっと守られてるからね、教会で、そのこの世の中に出て世の人が結構大変だってことが分かったでしょ、私が言っちゃったんです。そしたら娘がキッて顔して、全然思わない、クリスチャンの方がノンクリスチャンに対して、あの人クリスチャン、イエス様知らないから、すごい 上から目線だよって言われました。私うわーと思ってですね、私の娘はもちろんね、クリスチャン家庭に育って、私も夫もずっと教会に仕えているので、クリスチャン、何、あの PK っていうんですか、クリスチャンキッズのそのいろいろこうゆえのね、教会でお母さんの悪口なんか言ってたとかさ、ね、あの教会の裏表を見ちゃってるわけですよ。だからそういうのでもね、多分傷ついてると思うんだけども、ハッとしました。私、確かにね、皆さんクリスチャンの私たちはね、あの人イエス様知らないから分かんないのよって思ってんのよ。でも本当だから、本当だよね、本当なの、これ本当なんですよ。だってイエス様知らなかったら分かんないんだから、サタンの奴隷になっちゃってるんだから。だけどそういう目でノンクリスチャンと話したらちっとも向こうは心を開きません。だから正しさより謙遜ですって言いました。でね、どうするのかっていうと、相手の話をですね、ものすごく興味があるように、本当はなくても、それで、そうっていうんですね、相手の話をよく聞くってことです。相手を受け入れる、これこの後ね、ちょっと受容する話をするんですけど、あなたにものすごく興味がある、あなたってすごいねっていうのをですね、こうもうちょっとオーバーなくらい聞くってことです。自分の正しさの主張はね、しなくていいってことですね。はい、さあ、具体的に私たちがするということは、愛するということ、そして何だっけ、愛すること、それから許すこと、正しさより謙遜になることだよというふうにお話ししました。さあ、では家族伝道の実践ですね。具体的に何をするのかというのは、愛すること、許すこと、そして謙遜になること。じゃあ実践、まあ同じようなものなんだけども、さあ実践ではですね、私はどうしたかな、2つ挙げてるんだな、ちょっとね、実践では、はい、受容することと祈ることと入れました。でね、さっきの謙遜になるところで、相手の話を興味深く聞くことだよと私話言いましたけれども、受容することなんですね、受容する、ね、
これイエス様ならどうされるか、 What would Jesus do? って書きましたけど、イエス様が私たちにどうしてくれたのか、イエス様は私たちのことをよく聞いてくれるか、ね、聞いてくれる神様ですね。そしてイエス様はどういう神様でしたか？私をよく理解してくださる神様ですね。だから私たちもその相手の話をよく聞くこと、それから相手のことを理解するということです。私の思いをとかね、私の思いを分からせるとかっていうのはするしちゃいけない、する必要ないです。私たちが相手の話をよく聞くっていうことを、相手を理解するということ、イエス様がそうされたように。さあ、そして祈るということです。で、祈るってすっごく大事なんですけれども、祈るにもいろいろあるんですね。で、皆さんね、どうか、祈りのプライオリティというのはですね、私たちの信仰生活の中で祈る時間を置くっていうのはすごく大事です、ね、この時間を主に向かって祈ろうっていうのはすごく大事なんだけれども、それ以外にも祈れるわけです。イエス様何ておっしゃったか、マタイの28の最後、宣教命令のところに、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいると言って手に上がられたでしょ。世の終わりまで、この私たちの生かされている命、イエス様がずっと一緒にいるよって言われたんです、ね、またインマニエル神、イエス様は神我らと共におられるという意味のイエス様、ずっと一緒にいるイエス様、また聖霊様、私たちの内側に住んでくださって、いつも共にイエス様が、イエス様の代わりに聖霊様を四六時中置いてくださっているわけです。この神様に私たちはいつでも話すことができる、祈ることができるということです。車の運転中も何かをしながらでも祈れるということ、ね、散歩をしながらでも祈れる。私は子供と話をしながらでも心の中でよく祈ってます、ね、皆さんも多分連動しようと思ったらお友達と話しながらも、はあ、イエス様って祈るでしょ、ね、だからもちろんプライオリティの時間を作ってしようって祈ることもすごく大事っていうか大事です。これ一番大事ね。でも24時間 7 days 365日イエス様はいつも共にいてくださる、私と共にいてくださるイエス様と私はいつでも話ができるということです、ね、私はしょっちゅうイエス様と話しています。イエス様これどうしましょうか、こうしましょうか、しましょうか、イエス様といつも話してください、ね、その時に家族のことを祈ったらいい、ね、家族のことを相談していったらいいですね。まず一つ、問題が何かを祈るということ、ね、どの祈りでもいいんですよ。本当に静まって主に祈りたいというか、静まって祈る時でもいいし、もう本当にその会社に行く車の中でもいいし、とにかく神様との祈りの中に、イエス様って私今家族のこのことに悩んでいます、この家族の問題は何なのかをしっかり知るということです。問題をしっかり知る、ね、問題が何なのか分かんない時もあるの。だから問題が何かを祈る。問題が示されます、必ず、ね、問題が示されたら今度はその問題について祈って、問題のこと解決のために祈る。問題が何か分からないと、その問題そのものを祈れないでしょ。でも問題そのものが示されたら、今度その問題の解決のために祈っていけばいいわけですね。そうだね。で、伝道の祈りっていうのは取りなしの祈りですよね。家族伝道ね、私のためではなく、その私自身のためではなく、お母さんのため、お父さんのため、だからこれを取りなしの祈りっていうんだけれども、取りなしの祈りというのはクリスチャンの特権です、ね、これにはすごく力がある。でイエス様のお名前によって、取りなしの祈りをしていくんですけども、もう一つ私どっかにね書いてるかな、これ御言葉書いてますから後で、ね、読んでくださいね。あの御言葉に力があるので、これを読みながら皆さんがね書いてない、あ、OKOK 書いてるね、はい、取りなしのね祈りは力があるってことね。もう一つ、家族伝道はですね、霊的戦いです。霊的戦いであるということを私たちが認識するということがすごく大事です。でね、これ何時まででしたっけ、5時15分、 OK、 じゃあちょっと行こう、もうすぐ終わり、もうやめるからね。これ霊的戦い
うん、っていうことなんですね。さあ、家族の、うん、家族の伝道のために祈るときですね、その人の救いの妨げになっているものが何か、もしくはその人に起きている問題をですね、神様に聞いていくときにその問題が示されますね。そうしたらそのために祈っていくわけですね。で、その問題が見えてくるでしょう。そしたら私たちはですね、私たちの人生は人生に苦しみもあるし、悲しみもあるし、悲劇があるわけです。私たちの人生はね、私たちの家族にはですね、もしかしたら耐えられないような試練が来るかもしれない。今まさに大きな問題を抱えている人がいるかもしれない、ね、問題が私たちの家族にあることが問題ではありません。この問題をですね、見ないでいること、もしくは問題に蓋をしてしまってそのままにしてしまうことの方が問題なんです。これ放っておくととんでもないことになる。だから皆さん、まず私たちの家族の問題は何ですか。そしてその問題が示されたら、これをどのようにね、解決していったらいいのか教えてくださいんですよ。祈っていくことがとっても大事です。で、これがですね、霊的な戦いであるということを知ってください。もし私たちの家族の中で問題がある、これがアディクションの問題だとしたら、お父さんがアディチュードとかごめんね、ちょっとギャンごめんね、今年風邪いいじゃん。一番山場でこういうことが来るんで、ごめんなさい。例えばね、アディクションの問題、お父さんがアル中とかギャンブル依存症とかね、ドラッグ中毒、もしくはポルノの問題、このような問題を家族が抱えている、もしくは病気、人間関係で悩んでいるとか、いろんな問題が見えてきます。これらの、ね、問題が見えてきたなら、みんなの皆さんのうちにね、それほどでもないなと思ったらそれも感謝して、しかしその問題に対して祈っていくわけですけども、これはとんでもない問題だと思っても、私の力では無理だと思ってもですね、皆さん、イエス様のお名前に力があります。そうでしょ、イエス様の血潮に力があり、イエス様の血潮に命があります。十字架上で流された血潮、その打ち傷によって全ての痛み、問題が、罪が消え去るということを私は知ってるんです。死を打ち破り、よみがえられたイエス様が私たちの命を勝ち取ってくださったんだから、私たちはそれを信じているものなので、そのイエス様のお名前によってこの問題を祈っていきます。まだね、で、私たちは祈るでしょ、でもまだね、家族はまだそのことを知らないわけです。イエス様のお名前に力があるとか、イエス様が私たちに何をしてくださったのか、おじいちゃんにおばあちゃんにお父さんに家族に何をしてくださったのか、彼らは知らないので、私たちが彼らの代わりに祈っていくわけです。神様、創造主神様を信頼して彼らの救いを祈っていきます。で、今日ちょっと時間があんまりここに避けたくないのであれですけどもね、ちょっと例えばね、霊的な問題、ね、アディクションでもう自分もやめたいのにやめられない時には、イエス・キリストの名によってお酒の霊を縛って追い出します、ね、もしくはギャンブルの霊、イエス・キリストの名によってお前を縛る、ギャンブルの霊をお父さんから出ていけっていうふうにね、そういう追い出す、縛るというね、霊的な祈りをしていきます。イエス様の、私には権威はないけどイエス様のには権威がある。またイエス様がね、
なんて言った、マルコの16の10、ちょっと待ってね、8ぐらいかな、ちょっと待ってね、うん、マルコの16のね、はい、17、18、19、20、ここはすごくいいとこですけど、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。アーメン、ね、そして最後ね、弟子たちは出て行って、そして弟子たちは出て行ったの、至る所で福音を述べ伝えた、伝道してたってことです。主は彼らと共に働き、いいですか、主は彼らと共に働き、それに伴う印を持って確かなものを伝えた。私たちが、私たちクリスチャンは主から権威をもらったものです。そして私たちは家族を伝道する。そうすると神様は、主は私たちと共にいてくださるので、神様が私たちと共にその神様の働きをしてくださる。すごいな。なのでいいですか、神様はそのことを知らない、でも私たちはそれを知っている、私たちは神様を信頼して祈っていくことです。この方を信頼する者は誰も失望させられることがないと聖書は言っています、ね、この方に、私たちはこの方に信頼する、私たちは誰も、私たちは誰も、私たちは失望することがないです。絶望がです、もっと言ったら絶望が希望に変わるんです。イエス様によって、イエス様が人の子となってこの地上に降りてきてくださった、父なる神様がご自分のたった一人の息子イエス様をこの地上に使わされたのは、まだ神様を知らない私たちが祈っている愛する家族のためです。はい、私にはですね、弟がいるんです。もう私の弟だからもう結構のおじさんなんですけれども、彼がね13歳の時に登校拒否になりました。当時の登校拒否というのはすごく珍しくて、私たちの家族ではやっぱりすごく悩んだことでした。登校拒否から神経症といってですね、神経質になって、また家の中で、怒る、物を壊す、暴れるというふうになっていきました。そして引きこもる時期もあったし、大変な時期が続きました。私の母はですね、もう息子のために教育委員会に行ったり、教育書を、ね、買ったり、また精神科に行ったり、いろんなカウンセラーのところに行って、息子のために、息子が良くなるならと思って一生懸命お寺さんにも行ったし、ところが弟はもうますます悪くなっていった。そういう中ですね、夜ね、牛乳買ってきてっていうふうに彼に言われたんだって。で、母はですね、もう昼間近所に行くのが嫌だったの。どうしてかっていうと、あそこのうちはね、訳ありっていう、もうバレてるから、もううちはもう昼間からガラスが割れる音だとか、もうパリンチャーとかキャーとかね、もう私の弟が怒鳴ってる、怒ってる声が聞こえるような嫌だから、まあ有名だったわけです。お気の毒にって思われるのも嫌だったし、母はですね、昼間外に出たくなかったんですね。だから夜買い物行くのはね、なんか楽だったみたい。そして夜ですね、息子のために牛乳を買いに行きました。母はその当時車の免許がなかったので、自転車で行った時にね、夜空がすごく綺麗だったので、でその時に母はね、ああ私はこの息子のために牛乳を買うことができるんだわと思って感謝と思ったんだって。そして弟の部屋をノックして、で牛乳買ってきたよってありがとうってね、その息子が言った時に、やっちゃん今日はね星が綺麗だよって母が言ったんですね。そしたら弟が、じゃあママ明日はいい天気だねって息子が言った。その時に母はですね、息子があんなにネガティブで苦しくて苦しんでいる息子が、明日は晴れだねってポジティブな言葉を言ったことにですね、
すっごく慰められた。あの子は大丈夫なんだ。必ずイエス様があの子を救ってくださるんだ。傷を癒してくださるんだと希望を持ったっていうことがあったんです、ね、私の弟はです、あれからもう30年ぐらい経つんだけどまだ救われてないんです。まだ救われてないの。でも弟のこの登校拒否、家庭内暴力、このことからですね、母が救われ、私が救われ、妹が救われ、私の祖母が救われ、そしてずっと時間が経ってからですね、私の父が救われました。あとは弟だけなんです。現実はまだね、救われてないかもしれないけど、最後の砦でイエス様が私の弟を救うために今ご計画をしてくださるんだと思って、私はですね希望を持って祈ってます。皆さんもですね、神様が私たち一人一人をですね、目的を持って作ってくださったでしょ。それはユニークなのよ。一人一人が特別な存在なんです。ってことは私たちの家族も一つ一つユニークでカラフルで、一つ一つが尊い、神様がもう喜んで作っている計画を持った家族なわけです。だから私たちはそこをちゃんと見て、現実ね、父ちゃんがまたあれやっちゃったこれやっちゃったとか、その現実に嘆くのはこの世のこと。この現実をしっかり見て、神様の創造の現実を私たちは見ていく、そして祈っていく、それが大切です。さあ、ちょうどいいかな、20分25分ぐらいあるからちょうどいいと思います。最後ですね、家族のために祈る時間をしたいと思います。ぜひね、もう皆さんやってらっしゃるかもしれないけども、スモールグループとか、あと教会の祈祷会とかですね、私の家族のために祈ってくださいとですね、祈りのチームを作ってください。あのね、一人で祈るのも素晴らしいけれども、ね、マタイの18節のところに、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますとおっしゃっている。これが天のお父様の御心です。私の日本の家族が本当に大変だった時、私たちはそのことで教会に行くようになるんですけれども、本当に教会の家族が祈ってくれた、励ましてくれた、本当に祈られて私も祈れるようになった。私も今結婚して家族がいますけど、このアメリカの家族もですね、クリスチャン家庭でもいろいろあります。いろんな試練があります。その都度私のスモールグループが、私の教会の神の家族が本当に祈ってくれて、だからね、スモールグループで分かち合って家族のために祈っていくということがですね、またこれがとっても、大きな助けになり、力になります。ですから今日ここで、せっかくこの少ない人数だし、ここで出会ったので、みんなで家族のために祈る時間を持ちたいと思います。それではですね、ここからちょっと祈るので録音はしない方がいいかなと思って、みんながあの心をパッと開けて祈りたいじゃん。なので、はい、そういうわけでビデオは終わりです。はい。